はい、こんばんは。どうも、やっていきましょう。よろしくお願いしまーす。キラキラと金色に光る純金製の大きな玉、マニアが高く買ってくれる。意味深、マニア意味深で売るんでしょ、これを売るの。あ、そう、技マシンに引き換えますよ、デカキンは。あ、嘘、デカキンはマニアじゃないと売れないの、マジで。あ、ほんとだ。へぇ、そうなんだ。あ、ほんとだ、ショップでって書いてあるわ。で、これを3つ分売って、で、ショップで買う。ちなみにさ、この技マシンって、どっかで拾えたりとかしないよね。大丈夫だよね。なんか先に買えますとかじゃなくて、なんか拾えるんだったらさ、なんか拾いたいっていうちょっと貧乏性が。あ、しない。しない。あ、じゃあもう買っていいね、モンジね。買いますよ。買わせていただきます。モンジ。さあ、ほぼほぼ無一文になりましたね。はい、どうも、皆さんこんばんは。は、初めての人も、こんばんはです。よろしくお願いしまーす。ニコ生でーす。ニコ生でーすってなんだろうな。よし、これで、これでルギアが、覚醒するぜ。もらったも同然よね。これどれ消す？糸吐くだな。さすがに。さすがに。な。まあ、火炎放射なら、あ、火炎放射まだまだなんだ。じゃあもう文字でいいね。文字でいいですね。で、あれ？ゾロワってあれなんだ。文字覚えないんだ。放射だけなんだ。へぇー。なるほど、なるほど。じゃあま、こんなところかな。よし。じゃあ行きましょうか。ね。なぜか無限に使えるから一回しか拾えないに決まってる。よくわかんない。で、左だよね。ようやくルギアがまともな技だよね。雨降ってる。で、あれだ、12番道路で、その先に、蒼竜だっけ、シティがあるから、そこのジムと戦いに行くのがとりあえず今日の目標ね。ようやくルギアにね、まともになったわ。しかも、まともになったくせに雨が降ってるっていう、残念な、この。残念な感じ。はい、どうも、ワコッティ、どうも、どうも、どうも、こんにちは。電車、仕事帰りの電車の中でもお疲れ様ですよ。こんにちは、こんばんは。じゃあ、ちょっとさ、いろいろさ、話してこうぜ。話してこうぜ。レッツゴートゥー蒼竜。あのさ、ちょっと見ました皆さん。高校野球。見ました見てますか高校野球。オリンピックにみんなうつつ抜かしてると思うけど。見ました見ましたか。どっちの方が早いんだろう。さすがに文字。あのさあ、あ、上層確認11対0。あのさあ、いいんだよ。まあ、いっか、あ。隠しなだれやめよう。隠しなだれやめよう。そう！俺が言いたいことコメントで書いてくれた。マジさあ、なんで2回戦にさあ、履正社対横浜持ってきちゃうの？バカなの？マジで、甲子園の主催者。バカだろ？マジで。マジでバカだろ、ほんとに。なんで2回戦なの？事実上の決勝戦じゃんだって、ほぼほぼ。準決か決勝で当たらせろよ、それ。くじ引きだからね。いや、だから、くじ引きだったら、あれじゃん。2回戦でそのカード当てるのおかしいって誰でもわかるじゃん。誰でもわかるんだからさ、あれじゃん、横浜対履正社にならないようなくじ引きのカードにしとけばいいじゃん。マジで。だから僕、どっち先に決まったんだっけ？横浜の方が先に試合あったんだっけ？確か。確かさ、そうだよね。横浜の方が先に試合あったわけだから、要は、履正社が引いちゃったわけじゃん。で、履正社が引くときに、横浜っていうカードを入れなきゃよかったんだよ、そのボックスの中に。マジで。不正。不正でいいよ。不正でよくない？この不正さ、だって、みんなハッピーになる不正じゃん、だって。思わない？ほんな2回戦でさ、履正社対横浜当たってほしいなんて思ってる野球ファン、誰もいないぜ。マジで。誰一人としていないだ。誰も求めてねえよ、そんなカード2回戦でさ。マジで。上辺校シードにするか。え、シードにしなくていい。それはズルだからしなくていい。違う。じゃない。過激派。俺過激派かな。そうかな。タコはハッピー。ああ確かに。いや、じゃなくてさ。そうじゃなくてさ。
割とマジでどうすんだよ本当に。それちょっと見てさ、いつだっけ試合、ちなみに日曜日とかでしたっけその試合って、今週の日曜日だっけかわかんないけどさ、いやーもうこれは見るしかないですよね。生放送はそっちのけで見るしかないですよね。高校の合宿だったんで久々に来れました、どうもこんばんは、ね、不正じゃなくて不具合そうね、徳春強いよね。いや3番手徳春なんじゃないの今年って、なんか頭2つズバ抜けてるから3番手徳春っていうイメージあるんですけど、どうなんでしょう。あ、仕事終わった、お疲れ様でーす、和骨。そんなイメージあるな。日曜日の3時半から。あ、完全にこれは、みんなで甲子園を見る枠ですね。間違いなく見る枠ですね。間違いないですね。タバコツワコッティどうも、こんばんは。どうも、明日部活で高尾山行くんですか？高尾山って結構きついですか？お、いい質問ですね。実はですね、皆さんにそろそろ発表しようかなと思ってるんですけど、モッティですね、実は高尾山登ってきました、先週。だが、動画の編集があまりにも忙しすぎてできず、未だに手をつけられてる状況じゃないんだが、まあ、なんか8月の中旬ぐらいまでにはどうにか動画にしたいなと思っている昨今です。あそこ楽やろ。楽じゃねえよ！全然楽じゃねえよ、マジで。死ぬかと思ったわ、マジで。高尾山で。死ぬかと思ったわ。くっそきつかったんだよ。何が楽なの、あれ。超きつかったわ。体力ないだけだよ、そうだよ。体力ないだけですよ。体力ないだけですよ。その通りですよ。その通りですけど、くっそきつかったの、マジで。尋常じゃなくきつかった。和子お久しぶりです。どうも。和子っぴどうも。いや、マジで。本当に。一番簡単なコース行くらしいです。そうですよ。一番簡単なコースが一番きついですよ。あれですよ、ちなみに、歳だよ。多分ね。歳だよ。山岳部なんかさ、2周で自慢すんじゃねえよ。山岳部だったらさ、10周ぐらいしろ、10周、1日で。こっちたら天文部やつ、マジで。本当に。あれ、戦ったっけ、ここ。あ、戦ってないわ。マジで。じゃあ、登った先がビアガーデンって言うじゃん。あれね、登りロープウェイで行くのが一番いいと思うよ。エリと地下。エリー地下だ。初見、君の喋り方、なんか適応そうだね。よく言われます。よく言われます。こんばんは。もうね、大変ですよ、ほんとに。いろんな意味で。まあ、ちょっと動画は、ちょっとね、いろいろまず、まあ、動画のチェックなり、どう編集していこうかなり、まあ、いろいろ順序、段階、いろいろ踏まなきゃいけないんで、まあ、ちょっと当分先になると思うんですけどね。まあ、なんか、まあ、待っててください。はい。天文部って山登らないの、あれですもん。車ですもん。自力で登らないですもん、そんな。自力で登らなきゃいけないところまで写真撮りに行かないですもん、別に。天文部は。息切れでハーハー言ってそう。ハーハーで済むかな？どうかな？どうですかね？ね。よし。んで？こっち？こっち。マンタの薬。じゃあ当てるね。今んとこ外してないね。いいね。でこれでもうこっち、マコティどうも。科学部だけど山登らされた。あれだよ、だから若いうちに山登っといた方がいいんじゃないって思うけど、なんか、登んなかった人間が何も言えないけどさ。あ、来ましたね。ビレッジブリッジ。村橋来ました。あれな、ちょ待って、なんか成長してない？あれ？ああ、戦うのね、これね。え、なんかさ、成長してない？なんか結構作りかけだったイメージあるんだけど、BW1 って。マジか。楽しみ。シャラポワ？マジで？マリアだった？マリアシャラポワ？ほっ。てか、外れてないって言って3回ぐらいしかまだ撃ってないの。あ、外した。じゃあ外した。
ルギアかっこいい、セアロー、かっこいいやろ。道なき道ならよく覚える。すごいね。それは、あれか、人生に迷ってる意味っていう意味での道なき道なのか。それとも本当になんか獣道みたいな場所なのか。マゴティ塾終わった、お帰りいらっしゃい。いやーね、まあ、そんな感じですよ。とりあえず、モッティの近況は。あ、なるほどね。テニスの試合をしてるのね、今ここでね。そういうことね。してるのね。そういうあれだったのね、今。なるほど、なるほど。いや、だからね、運動しとけばよかったとは思わないけど。思わないけど、ああ、ドレディア、かわいい、ベロ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 、ドレディア、ドレディア出そう、ああ、ドレディア出そう、ああ、かわいい、おすまししちゃってからの手がひらひら、かわいい、カンピューン、かわいい。塾終わったわ、コッティ、いらっしゃい。ね、やっぱ、運動はね、こまめにしとくのがいいね。うん、巨人勝った、やったぜ。やっぱ学生はスポーツ以外ありえない。そうだよな。モテるもんな。どうした？あ、まあ、ワールドトーナメント出るのね。いやね、やっぱね、学生のうちはね、やっといた方がいいよ。で、そしたらさ、モテるし、なんか体型も良くなるし、なんだ、あ、あ、あれですね。え、ちょっと待って。え、違う。ニセトロの不具合じゃない、これ。違う。いや、最初の止まったのはニセトロの不具合なんだけど、そこはニセトロの不具合なんだけど、差し直したら気回りが。ちょっと待って。これあれですかね、これどうしようもないやつですかね。これどう思います？これこのまま継続する方法はないですか？あのゲームの画面の方も止まってる。あのパソコン上の画面じゃなくてゲームこれはそう、いわゆるバグったってやつですよね。これはこれは、どうしよう、これサムネ。ちょっと待って。これサムネ。これ今までずっとなんかちゃんとポケモン作ってきたのに、これサムネにすんの。ここ、なんだこの回ってなるの、これだけ。マジで。どうしよう。これは、これ理性だよね、これね。これ理性だよね。マジか。10分無駄になりました。よし、今度は大丈夫でしょうね。あ、レポート、いや、大丈夫。さすがに大丈夫。いや、大丈夫。絶対大丈夫。大丈夫。飛ぶな。降りろ。よーし。気回り降りた、よーし。降りろってなんだよ。初めて聞いたわ、降りろ。着地成功。やったね。ちゃんと着地したね。よかった。決まりだったら吸血でもよかったね。よーし、そう、さっきバグった。さっき木回りが空中浮遊してバグった。十数分巻き戻されたわ。ふぅ、よかったよかった。2016円。ね、木回り降りろって言ったし、初めて見た。俺も初めて見たわ。木回り降りろなんてね、言わないからね。よーし、決まり頑張った。決まりでも空を飛ぶ覚えて、決まりがさ、空を飛ぶ覚えたらさ、強いのかな。誰に刺さるの？あ、でも虫ポケには刺さるな。
レポートしよう。わかったよ。すみまーす。しましょう。しましょう。しましょう。しますか。大丈夫？よーしよ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 し。よしよしっておかしいでしょ。レポートしてるだけで。わぁ。おーめーわー。あ、違った。歌わねえのか。歌わねえバージョン。こっち？ヘラニ4倍取れる。え、取る前にやられるくね？ミサイル針で。あ、神神ポケ玉初見でーす。ワコッティどうも、こんばんは。よかった。あ、なに？先に橋渡っちゃいけないの？橋渡ってから向こう側とかじゃダメなの？親父が歌ってる。みんなの名前覚えちゃった。ダンボさん、ソンさんに、ガッチーさんに、レイゾーさん。なんで一人だけひらがななんでしょうね。おじさんに話しかけてください。どのおじさん？一応一通り今のところモブには全部話しかけてるつもりだけど。ワゴツー。あ、いた。ちょっと待てい。ここで100ターン100年目。いや、お主で100、1000人目。これまで999連勝した我が輩の相手を、どうしよっかなー。どうしよっかなー。いやー、レベル、全部レベル100のガチパとかなんじゃないの。いいえ、いいえだな、じゃあいいえ。そうであろう。999連勝の我が輩は恐れを当然。だが我が輩と戦わなければ先ず、やだ。波乗りで川を渡れば我が輩を無視できるかな。だとは、てめえ、俺のことを舐めやがって。舐めんじゃねえぞ。お前が999連勝してる猛者だとしたら、俺は1000連勝してる猛者だ。戦うがいい。ひよっこで1000連勝とは、少々物足りぬかな。ガルガブゲン来る？ガルガブゲン水君ボルトバシャ。マジ強すぎ。あ、2体だよ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 。アイアント。あー、アイアント、怠けアイアントか。怠けアイアントごときでどうにかなるとでも思ってるんですかね。どうなんですかね。大文字で一撃なんじゃないですか。神砕く当たらないんですよ、そんなもん。張り切ってるから。張り切りアイアントはありえない。真夜中？おー、どうしたどうした？ルカリオ。あー、なるほどね。起点が作れないまんま、ルカリオが出てくる気持ち。あ、メガ進化か？メガか、メガか、メガルカリオか。ファストガード。はぁ？もうでも全然わかってないじゃないですか、そんな。先生技は覚えない。弱。弱すぎる、マジで。伝説に勝てるわけがない。ああ、無情なり。え？で、本当は？本当は？ 2 年間コツコツ伸ばした連勝記録が途絶えた。だが、我が輩は志高く再び1000連勝を目指すとここに宣言するのだった。あ、お主とは戦わないよ。おい、戦えよ。お、1000連敗させてやんよ、今から。はあ。本当に、でもあれだよね、アカッチーさんだ。あ、ちょっと増えたね。わあ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 、ズンズクパ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 。壊れ日ついてきなさい。歌う人が出てくるんだ。ちょっと歌う人出てくるかもしれないから、ちょっと探そう。バターになるぞ。なんか最近のね、 BW2 のね、なんかこう俺のトレンドだよね。なんか二人以上回ってる何かしがいたら一緒に回る。楽しいんだよね。あれ、はじめましてさんね。じゃあ何も言わ、あ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。あ、強いポケモンに美味しいパンをあげたいの。バタコさんだ。バタコさんだ。これでキッズにも人気だな。でもさ、ボイパしたら人気になれるの。ボイパってかっこいいの？どうなの？かっこいいの？ボイパって。ボイパかっこいいかな？やっぱかっこいい。人による。昔さ、ラグフェアのオックンって人はいたけどね。その人めっちゃかっこいいなって思ったけど、なんか。
おぼろげにそんなこと思ってた小学生か中学生時代。ガチでできるとかっこいい。YouTube 書きました、どうも。バイバー。これいいかね。マゴッティ高尾さんの件はもう終わりましたか。もう終わりました。終わりました。あー、残っていく。唾飛ぶから嫌い。目の前でやられたら嫌かもな、確かに。遅れました、マゴッティです。どうも。こんばんは。ラグフェアのやつ。ラグフェアのやつ、僕。ボイパよりバンドやってる方が、そうだよね。結局そうだよね。ほんと口先でさ、ズンツクポン、ズンツクポン言ってるよりさ、ドラムズンツクポン、ズンツクポンやってる方がかっこいいよね。それわかるわ。それはその通りだわ。でもさ、たまにゲーセンとかにさ、すんごいおっさんなのにさ、めっちゃ太鼓の達人うまいような人いるじゃん。ああいうのどう思う？あれかっこいい。あれとボイパどっちがかっこいいと思う？結構人によると思うんだけど、この辺。マジでそうつ。あいおっさん、あいおっさん好き？見てると悲しくなる。いや、半々だよね、やっぱね。俺どっちかっていうと尊敬する派なんだけど、ああいう人は。あ、孫さんだ。何が増えた？ギター増えた？あ、トゥン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 が増えたね。うん、秋葉の神様？秋葉の神様っていう人がいるんだ。そう、すごいよね。やっぱ、マック?10度 !20 度 !30 度 !10 度 !20 度 !30 度はぁ、あ。トントンマックさん、あ、てか、エレブ、真ん中エレブいいじゃん。3人あれだと思って、キッド、エールキッドだと思った。スマイル体操。タッタッタッタタッタッタタッ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 タカチンタッタタッ。うーマッカーサさ、大好きだからマジで。大好きだからマッカーサさ。もうわかんない。あのね、これね、インターネットめっちゃ詳しい人が東京都民限定だから多分これわかる人。まあ、わかんない人は、マック赤坂でググってください。多分ニコニコにも YouTube にもそれなりに動画上がってると思うんで。まあ、一言で言うと、変なおっさんが変なことやってるんで。でも面白いから見て。マック赤坂の政見放送はマジで神が上がってるからね。いろんな意味で。そうなんだよ。めっちゃふざけてるのに、都知事選、そう、都知事選に出た人。めっちゃふざけてんのにガチで都知事選、都知事になることを夢見てるおっさん。ね。本当に。スマイル投票に投票したのか。みんなさ、マック赤坂に投票したの？ちなみに。したの。でもなんかそれなりに検討してただろ、今回。正直。ちょ、都民に聞きたいわ。入れた人いたらいるんだ。あ、俺はいるのね。それなりに検討しててちょっと面白かったんだけど。なんかさ、いや、言うて今回なんか三強みたいなこと言われててさ、結果的に蓋開けてみたらさ、小池さんだったじゃん。あれごめん、ブーバーの特性って、もらい火？熱い脂肪？もらい火じゃね？え、わかんない、ブーバー。炎の体？炎の体、マグマの鎧。なるほど。炎の体は、文字通すよね。大丈夫だよね。ちょ、ごめん、わかんねえわ。炎の体は通すけど、わかんない。熱い脂肪、熱そうじゃん。熱い脂肪っぽそうじゃん。だって、ブーバーのお腹とか。あと、やる気？あと、やる気なんだ。夢特性がやる気。わー、すごいな。え、ちなみにさ、ブーバーもそうなの？ブーバーも炎の体と、鎧なの？あ、そうなの。不可要因の人もいるんだ。あ、ほら、だから、え？
ちょっと待って。ブーバーもそう、ブーバーもそうなんだ。ブーバーもそうなんだ。そうなんだ、そうなんだ。なるほどね。なるほど。なんかまあ、なんかそうなんだ、ふーんっていう、まあ、勉強になりましたね、これはね。このタイプの熱い脂肪とか無駄すぎる。いや、だから特性覚えてないから、それぐらいなんか、無駄系のものなのかな、ちょっと思ったんだよ。じゃないんだね。ちゃんとそれなりなんだね。ありがとうございます、教えていただいて。よかった。これで第7世代の時にブーバーが出てきたらドヤ顔で、ブーバーの特性は炎の体ですね。言えるわ。まあ、大体炎の体と思っていいと思いますよ。まあ、か、やる気かなっていう。ドヤ顔で言うわ、これで。よかった、よかった。全然見かけないもんな、ブーバー次第。あ？あー、なんか取りなせんじゃねえのか。ありがとう。電気エンジンの方が使えるね。回復してったっけ今。モンジが切れてたんだっけか。スカーフブーバー、ブーバーンは強いよ。ブーバーンは強いよ。ブーバーってだから奇跡ブーバーとかそういう意味でしょ。使うとしたら。強いのかね。和骨でーす。ブーバーアタッカー。へー。まあ、エレキブルの方。エレキブル、海外勢がめっちゃエレキブル好きだからね。なんでエレキブル。ブーバーンの種族値教えて。80、100、80、40、40、60。どうだ。どうだ。どうだ。オープンザプライス。どうだ。75、95、67、100。あ、 C の方が高いの。嘘。ブーバーって C の方が高いの。嘘。そうなの。そうなんだ。マジかよ。そうなんだ。俺ずっと物理だと思ってた。え、マジであいつ特殊なの。いや、エレキブルも俺ぶ、え、エレキブルは物理は知ってる。それは知ってるよ。それは知ってるけど、え、マジブ、いや、ブーバーンも物理だろうよ。マジで？そうなの？そうなんだ。ブーバーン、あ、確かにワロス玉覚えるね。あー、なるほどね。ワロス玉、あー、なるほど。じゃあ、あれだわ。今度ブーバーンが来た、第7世代でブーバーンが出てきたら言うわ。あ、冷蔵さんだ。あ、歌歌ってくれる。来た！来た！来た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 。はぁ、へぇー、ほぉ。あ、止まっちゃう。俺、にわかだけど、さすがにモッティにはかなわないわ。失礼な。失礼な、マジで。人間そうやってさ、間違いを積み重ねて生きていくんだよ。それを恥だと思っちゃいけないんだよ。チャレンジだよ、何事にも。そういうことだよ。それは1400台の俺でも分かった。ちょ、ガチでちゃんとリハビリしないとな。割と真面目にな。いやさ、なんかさ、一応さ、ポケモン終わったらか、なんかちょっと、いつかは決めてないんだけどさ、ちょっとそれなりに早い段階からちょっとリハビリ始めたいなと思ってて、ただ裏でさ、一人でさ、やってるのって結構寂しいじゃん、レートって。だからさ、橋の下になんかある？隠しの入り口がある。了解。了解了解了解。だからさ、なんかオープンレックでさ、やってる人いるじゃん。ポケモンの実況。なんかちょっとオープンレックとかで、やっちゃおうかな、ちょっと思ってたりするんだけど。ニコニコでもいいんだけど、ニコ生でもいいし、オープンレックでもいいし、なんかどっちがいいっていう。なんか、オープンレックの方がそれなりに人が、集まりにくいから、なんかその、なんかそう、いわゆるだから、こう、チャット欄が荒れない的な意味でいいのかなと思う反面、それなりに賑やかな方がいいんだったら、ニコ生の方がいいかな、みたいな。どっちがいい？ニコ生？オープンレック？
ブンレックニコ生生放送レート始めるとしたらいつから、なんかもうそろそろ始めたいなと思ってんだよね、さすがに。だってあれでしょ、9月中旬で終わっちゃうわけじゃん。だからまあなんかちょっとそれなりに早めには始めたいなって思うわけなんだけど、夏休み中には8月中かやりたいなっていう。そう、あと1ヶ月しかないからね。え、なくない、え、な、な、あー、ここか、ここか、ここか。なんか来た。ブベー。ほぼ、同時はできるのかな、オープンレッドニコ生って同時見たことないな。キャン！練習中なの出て行ってよ！あ。何これ、何回か行くと上手くなってるみたいな。何これこれどうするの、これなんか、何これ、微妙なイベント回収これあれなのか、もしかしてあれか、あの殿堂入りしたらこの子がめっちゃ上手くなってるイベントがなんか継続で出てくるみたいな、そんな感じだと俺は思った。わこってぃ、マリオストーリーのユリみたいなやつ、懐かしい、懐かしい。ということで、来ました。来てないです、まだ。来てなかったです。来てなかったですね。あやの。いやー、あいつリスナーだろ、どういうこと？どういうこと？なんで？なんであいつがリスナー呼ばわりされてんの？あー、待って、おう。この次だね。マホッティ、レッツゴートゥー総流です。いらっしゃい。告白の練習？あー、そういうこと？あ。さすがにね、さすがにエモンガごときの、エモンガごときのアクロバットじゃ死なねえよってね。で、文字外してアクロバット、あ、ブメフし。なるほど、なるほど、なるほど。なんで関係ないところでロジカル候補を使うムックがいるのか。うちの放送は、それなりにそういう人たちに親しまれてる放送なんだよね。ちょっと、許してくれ。結構論者多いから。それなりに。ヤーティーなんか一回も使ったことないけど、なぜかそれなりに多いからね。なんでだろうね。これイカサマの方がいいのかな？あー、そんなに？あー、いや、でも、これは龍舞。イカサマを見て龍舞。いや、違うな。ゴルダックを見て、リュウマイはあり。だがしかし。あ、イカ様通った。おー、早い。ニズミ。ニズミ、リュウマイ。さっき、橋の上の女の子に話しかけてなくない？いや、話しかけた。全部話しかけた。これ、落ちるかも。あ、落ちるかも。落ちないー。よーし。よーし。この頃 HA ブッパしかないから、あ、ヤーティー、あ、HA ブッパしかないの？そうなの？でもなんかヤーティーは確かに5世代の頃はすごい強かったイメージあるわね。なんか、ヤーティー使った実況者って何人もいたイメージあったけど、もうもはや最近のヤーティー使いは点々点みたいな感じだもんね。肩身狭いよね。第7世代より肩身狭くなるでしょ、多分。ワゴティーマキタいらっしゃーい。どうしよう。誰のレベル上げよう。マスダかな。マスダかな。ヤーティーとは。まあ、ヤーティーっていうの、簡単に言うと、まあ、いろんな、こう、ポケモンのパーティーがいる中で、要は、ゴリ押し。なんか、ポケモンわかんない人に説明すると、ゴリ押しで勝つパーティーです。ですが、やってるでしょ、やってるでしょでしょ、合ってるでしょ。対面構築はちょっと考えるもん。違うよ。ゴリ押しだよ。ヤーティーは。ヤーティーはゴリ押しでしょ。合ってるでしょ。火力アップアイテム持たせてフルアタ。そう、そういうことです。そうです。ワオティどうも、こんばんは。
基本的には、ああごめん、我慢あるだわ見てなかったごめん、コメント欄見てた、ごめん、これはにわにわって言わないでください、これ画面見てなかったんでこれはごめんなさい、ゴリ押しでしょ多分。 CS じゃない、 HA か HC か HA でしょ基本的には。そう、サイクル戦を制す、そうです、濁流。そういう要は使い方で、そういうパーティーが好きな人たちがなんか仲間意識を高めるために、そういうなんかうーんっていう言葉を使ってるっていう、そういうことですよ。終わりましたかこれで。でなんかさ、あのヤーコンさんが出てきた時の話とか、なんかそのいやなんだっけ、アーティーが出てきた時とか、なんかそういうね、そういうことですよ。仲間意識でしょ、合ってるでしょ、合ってるでしょ大体なんか、仲間作りして違うの、違う、合ってるでしょ、合ってるでしょ、大体合ってるでしょ。いやだからポケモン分かんない人に向けて喋ってるから俺は。ポケモン分かる人はまあ全然伝わるからいいじゃん、もう顔文字やめてなんかその顔文字あんま気に食わないからやめて。わかん、なんかあれだから。なんかムカつくからやめて。要はそういうことでしょ。うん、ああ、そうか、マップ切り替わったからね。そうだね。マップ切り替わったもん。モッティさん、役割論理の生声実況しないんですか？役割論理の生声実況ってさ、あれじゃん、だって、あ、そう、あとね、ヤーティーって、あれらしいっすよね。負けちゃいけないらしいんで、負けちゃいけないらしいんで、なんか、実況動画って大変らしいね。なんかね。OK。そろそろ割とマジで顔文字 NG にするからね、それ。うん。それね。NG にされたくなかったら、やめなね。こうかな。でもこれはモッティさん好きって言ってた、ね、ああ点々の間に顔文字のあれか、あ、ローマ字のいいね、それは好きですよ、その顔文字は好きですよ、だってガキさんだから。 OK、 夏休みですな、夏休みですな。レイカちゃん、レイカちゃんのね、顔文字も好きよ。レイカちゃんの顔文字の、口と目の間に片方ほくろ入れると、左右になるんだよ。知ってたみんな。あ。知ってました？ああいや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 、まだ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 、やだ、あぶどう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 。あぶな。あぶねえ、マジでマジでやるの、捕まえます、捕まえますか。クイボ、クイボはないかもな、クイボはないでしょ。ボールはでもね、前回買ってそんなに減らしてないから、それなりにはあるよ。あ、39、あ、いける、いきます。ちょっと、しょってクイボはごめん。クイボはね、今、買える場所にないから、いい？もう行っていい？捕まえますよ。クイボダメなら、多分、もう行こうぜ。行こうぜ。チコリータ、今までありがとな。行くか。キャーさ、かっこいい。かっこいい。このエフェクトマジでかっこいいよね。やるぜ、ビリジエ。ほんとあれだよね。ビリジエもマジで答え少ないよね。待って。お座り一発なし。いや、投げてもいいよ、別に。投げるのはタダだよ。お座り一発投げるのはタダですよ。それは。いいよね。そんな無駄なことしないよ。まあまあまあ、とりあえず、まあまず、電車ね。マスボは使わねえわ。さすがに。で、
まあ、切らせて、とりあえず増田の出番はこれで OK で、で、増田はもういいのか、特に何も出番ないのか。で、ギガドレ。ギガドレか。ギガドレか、めんどくさいな。あ、でもガムスでいいか。いけるか。マスボ2つもらえるの？そうなの？第5世代。強っ！急所か、急所か。これさ、文字、いや、文字じゃ落ちないよ、ビリジは。落ちない、落ちない。ガモスの文字じゃ落ちない。いや、落ちない。さすがに落ちない。さすがに落ちない。そう。あ、で、しかもちょっと回復するからね。回復するからね。で、文字がこれぐらいじゃん。吸血。吸血していく。よし。かっす。で、吸血していく。D 高いからか。あ、もうこんなもんでいいかな。で、あれだね。あ、これは大丈夫。落ちない。落ちない。で、回復して、で、座れたら、ちょっと吸血で吸い直すみたいな。あ、ターンカウント職人、ありがとうございます。ありがとうございます。手助け。手助けなんだね。よし。まだ吸える。吸えそうだけどね。いっけー、ハイパーボール。吸い直す。おー、まあ。体痺れて動けない。あれだっけ？タイマーボールは25ターンでしたっけね。確か。いや、タイマーボールある。6個ぐらいあるよ。6個ある。ね。クリア前からビリードン捕まえられるらしいね。あれだっけ、テラキじゃない方は捕まえたよ。テラキじゃない方。テラキじゃない方。コバル。コバル音は捕まえましたよ。コバル音ね。コバル音、もっと見ないもんな、まだ。ビリジも見ないけど、コバルも見ないもんな。アガネールね。名前かぶるね。コバル音じゃない方ってなんか芸人みたいな扱い。テラキはな、テラキはだってさ、強いじゃん。テラキ強いし、ケツ芸人だし。もう完全にケツ出してばっかだしないってマジで。ほんとすぐカメラ回したらすぐケツ抜けるからさ。あ、袋叩きもあるしね。そう。ほんとね、なんかあいつなんなのケツ芸人。ケツ芸人でしょ。あ、ビリジオン、ゲットだぜ！ピッピカチュー。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画の下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。お盆休みだ！ヒャッホーイ！ということで、2日ばかりお休みをいただきまして、動画制作なり生放送なり、ちょっと満喫しようかなみたいな感じです。子供の頃は40日も50日もあったのにな。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。